都市計画、都市計画、都市計画とは、都市の将来あるべき姿、人口、土地利用、主要施設等を想定し、そのために必要な規制、誘導、整備を行い、都市を適正に発展させようとする方法や、手段の子である。歴史的には、産業革命以後、劣悪な都市環境が社会問題となり、やがて近代都市計画が生まれることとなった。 都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある運営を図る、劣悪な居住環境に起因する国民の健康問題を防止する、都市景観を改善し、保守するなどの必要から、土地利用のあり方、都市施設、道路、公園等の整備、市街地開発について計画を策定し、その実現を図ることであると言える。 シティプランニングという外来語に対して、都市計画というわけを当て、最初にその用語を使ったとされるのは、東京交渉、元気と椿大学教授や大阪市長を務めた席、一である。一般に、都市を物的に見れば、幹線道路、鉄道、上下水道、大規模公園などの機関的都市施設、町割、外区割、敷地割によって形成される、街路、 小公園等の地区基盤施設と、宅地、宅地上に建築される、建築物、学校、病院等の公共、関連公共施設などから構成される。こうした、諸要素の相互関係を適切に保つことが、都市計画の基本的な役割であることから、都市計画の構成要素も、都市基幹施設や公共公益施設の配置計画、町割りの計画、市街地開発の計画、 建築、土地利用の規制に関する計画からなることが一般的である。町割りの計画は制度的には土地区画整理事業、開発許可制度等を通じて実現される。建築、土地利用の規制は地域、像も区分して異なる規制を課すところからゾーニング、ゾーニング呼ばれる。都市機関施設や土地利用の概略的な配置計画を都市全体に ついて定めておき、個々の地区を開発する際に、町割と地区施設、建築規制の計画を一体的に定めた地区詳細計画を定め、これに従った開発を強制する方式もドイツ等では採用されている。また、都市の整備に関し、工学的な学術を都市工学設計行為を都市設計と呼び、さらに都市空間の衣装やデザインは、 アーバンデザインといい、法的制度としての都市計画の枠組みにこだわら、より広い観点から都市空間や都市社会を改善、形成しようとする活動、特に、いわゆる草の根型の活動、すなわち、住民、市民主導の側面が強く、対象とする地域規模が小さい活動をまちづくりということが多い。古来から日本では、情報制や都の情勢の都市の歴史があり、 行政計画都市、国府をはじめ、平城系、平安系、長岡京、藤原系、国系などの計画都市があった。詳しくは、計画都市の項を参照。一方、前近代における、ヨーロッパの都市は、城壁都市であった。一家に日本及び、世界の都市計画を述べる。平城系は、南北に長い長方形で、中央の須坂王子を軸として、 右京と左京に分かれ、さらに左京の傾斜地に下京が設けられている。東西軸には一条から九条王子、南北軸には須崎王子と左京一坊から四坊、右京一坊から四坊の大通りが設置された、上防性の都市計画である。各大通りの間隔は約532メートル、大通りで囲まれた部分、坊は堀と追地によって区画され、さらにその中を 東西、南北に三つの道で区切って、町とした。教域は、東西約 4.3km、下京を含めて 6.3km、南北約 4.7km、北辺坊を除くに及ぶ。平城系の市街区域は、大和盆地中央部を南北に縦断する大和の、古道か道、中津道を基準としている。下津道が、須坂王子にあたり、中津道が、 左京の東を限る東四坊王子、ただし少しずれるに、通った。二条王子から五条王子にかけては、三道分の上坊区画が東四坊王子より、東に張り出しており、これを下京と呼ぶ。また、右京の北辺は二丁分が北に張り出しており、これを北辺坊と称した。平安系の範囲は、現在の京都市外より小さく北限の一条王子は、 現在の今出川2と丸田町通りの中間にある一条通り、南原の九条王子は、現在の JR 京都駅のやや南の九条2、東原の東京極大路は、現在の寺町2にあたる。西原の西京極王子の推定地は、JR 佐賀の線花園駅や、阪急京都線西京極駅を南北に結んだラインである。内は、東西南北に走る王子。 工事によって四十条、約百二十メートル四方の町に分けられていた。東西方向に並ぶ町を四列集めたもの、北辺の二列は除くを、上、南北方向の列を四つ集めたものを、坊王と呼び、同じ上、坊に属する十六の町にはそれぞれ番号が付けられていた。これによりそれぞれの町は、右京五条三坊十四町丁のように呼ばれた。道路の幅は、 工事でも4畳、約12メートル、王子では8畳、約24メートル以上あった。現存する京都市内の道路は、ほとんどの場所で、これよりずっと狭くなっている。鈴鹿王子に至っては28畳、約84メートルもの幅があった。また、堀川工事と西堀川工事には、並行して、川、堀川、西堀川が流れていた。 ルネサンス期のイタリアでは、城壁を円形、正方形、星形など明快な幾何学的形態とし、放射状あるいはグリッド状に街路を築き、広場や記念的な建造物を排する都市が理想と考えられるようになった。これには、ウィトルウィウスの建築所に見られる正八角形の都市案が影響を与えている。城塞都市パルマのーバは、軍事上の機能とともに幾何学的な 美しさを目指して実際に建設された例である、また古代ローマの広場、ホルームに習い、広場を回廊で囲む手法がしばしば用いられたベネツヤアのサンマルコ広場など、バロック期にはパースペクティブやビスタ、眺望を強調し、広場や記念的な建造物の間を広い直線道路で結ぶ壮大な都市計画が構想された。ロンドン大化の後に、 クリストファー・レンが構想した都市計画案はその一つである。ローマでは、聖なるとへの入り口として整備されたポポロ広場、17世紀、各所の噴水、トレビの泉など、スペイン階段、18世紀などが都市を飾り、バロック的な効果を上げている。ドイツでは、放射状道路網をユース・カールスルエと、格子状道路網をユース・マンハイムが、共に宮殿を中心とした街づくりで有名である。 バロック都市は中世、ルネサンスの閉じた都市とは対照的である。第二帝世紀のフランスで、セーヌ県知事オスマンが密集したパリ市街の改造を行った1853から1870年。幅の広い道路を作り、道路沿いの建物を統一的なデザインに誘導し、ルーブル宮殿新館、オペラ座など記念的な建造物を建設した。 オスマンのパリ改造はバロック都市計画の流れを組むもので各国にも大きな影響を与えたベルリン改造計画1862年日本の官庁集中計画など実際の改造過程ではロスチャイルドなどが水道や住宅衣装を手掛けていた19世紀半ばのウィーンでは皇帝フランツヨーゼフ一世の構想による大規模な都市改造が行われた 死を囲む城壁を撤去した後が、環状道路、リングシュトラーセとなり、沿道には、帝国議会、視聴者、劇場、美術館、博物館などの壮麗な建物が並んだ。1873年には、万国博覧会が開催された。カサブランカ、モロッコの新市街地は、ヨーロッパが植民地に築いたバロック都市の一つである。産業革命以降、農村から、 都市部への人口流動が加速し、都市の環境が悪化した。高い人口密度、住居と工場の混在、スラムの拡大など、様々な問題が発生した。近代都市の形成、すなわち近代的な都市計画制度は、こうした事態を背景に生まれてきた。産業革命が最も早く起こったイギリスでは、1845年に、 エンゲルスのイギリスにおける労働者階級の状態に悲惨な生活ぶりが報告されている。1848年に公衆衛生法が制定され、この法律の発展に従い、建築や都市施設に対する基準が定められるようになった。良好な居住環境を実現するため、エベネザー・ハワードは田園都市構想を提唱した。また、 近代建築運動の中では都市への関心も高く、ルコルビュジエによる高層建築主体の輝く都市の提案度があった。一方、自動車交通の増大が大きな課題になり、クラレンス・ペリーは小学校を中心としたコミュニティを設計し、自動車交通から保護された日常生活環境を実現する近隣住居理論提案した。20世紀中頃には、これらの機能主義的、 合理主義的な都市や理想コミュニティのイメージをベースに政府主導でニュータウンや郊外住宅団地として実現する事業が各国の都市計画をしるべしていった。20世紀になると各国で政府によるニュータウン建設が行われるようになった背景には19世紀半ばから良質な住宅の供給は急務となっており住宅関連の法律整備が進んでいった。現在の都市計画制度は この時期にできた住宅供給関連の法律や概念に由来するとも言える。これまで望ましい都市の形態についての小説や望ましい都市形態の実現のための小技術は様々に提唱されてきたが普遍的、決定的な定説という意味での都市計画理論は未だ存在していない。歴史的に見ると19世紀後半から20世紀前半には ユートピア的な都市論、田園都市、輝く都市、近隣住区などが提案され、ニュータウン事業などに取り入れられた。しかし、理想的な都市を論ずる都市論に基づいた都市計画は1960年代に入り、疑問視され、計画手法を論ずる都市計画理論が議論されるようになる。1960年代には、クリストファー・アレグザンダーが、 数学の集合論などを用いて、それまでの機能主義的な、あるいは近隣住苦論的な都市計画理論を通列に批判している。アレグザンダーは、都市空間の認識と集団的設計の道具として、パターンランゲージという手法を提案し実践した。また、機能主義的な都市計画や都市再開発事業は、チェイン・ジェイコブズによっても範された。1970年代以降、 欧米では都市計画の課題が、郊外新市街地の開発による住宅供給から、インナーシティ、都市の内部市街地の老朽化、空洞化、スラム化、歴史的伝統的都市空間の保全再生に移ったこともあり、今日では、機能主義的な都市空間の開発や全面再開発を否定し、伝統的な都市空間、都市社会の保全、改善、 再生を重視する都市計画論が主流になっている。ケビン・リンチは住民による集合的指地図から人々がどのように都市を把握しているか理解するべきであると提唱した。リンチの教え子はアドボカシープランニングの考えを取り入れながら、その後住民と共に都市を考えるデザインゲームなどの手法を開発し、今日まで実践を続けている。の都市計画理論は、 再び理想的な都市形態を論ずることが多くなってきた。これは持続可能な開発を目指す開発論や中心主街地活性化などに橋を発している。これを実現するための主導的都市イメージとして、イギリスやアメリカのアーバンビレッジ、ヨーロッパのコンパクトシティ、アメリカのニューアーバニズムなどの動きが起こっている。3社は 相違点もあるが、自動車依存型の低密度郊外住宅地開発に対するアンチテーゼとして公共交通や自転車により自動車に頼らず生活できる比較的高密度な都市形態を提案している点などで通している人の集まるところには交通が発生する開発によって人口密度が上がると交通量が増え既存の交通施設等ではまかないきれなくなることがある このため、交通計画と連動しつつ、土地利用を適正に計画する必要が発生する。例えば、商業地区と高層住居地区は、鉄道の駅から近いところにのみ設定し、大きな道路や公園などの施設を駅から遠くに配置する。密度の求め方として、そういう仮面積を地域面積で割って求める方法がある。 この値が1.5以下の場合は低密度とされ、5以上は高密度とされている。5以上の場合は、鉄道が適している。居住地域の交通渋滞は、鉄道などに適さない密度が5以下で、2以上の時に多く発生している。これらの地域では、バスや、最近では LRT が有効な解決策となるが、車と道路がすでに十分に行き渡っている場合は、必ずしも有効ではない。 道路の拡幅はによると潜在的な利用者を誘発するため渋滞の解消には有効ではないとしている。都市景観は都市の視覚的な質を問うものである。都市の要素とは建築の形や色、標識などの比較的小さいものから広場の造形や街並みなど広がりのあるものまで含まれる。成功した都市景観の例として シエナやボローニアなどのイタリアの諸都市を挙げることがある。カミロジッテの分析によると、ピアッツァと呼ばれる広場やアーケードの使われ方が、都市の一体感や躍動感を生み出している。都市は人が密集し、大きなビジネスを生み出す一方、犯罪もまた都市で発生することが多い。しかしながら、犯罪が起きるのは、都市の中でも人の目が行き届かない場所で発生する。 ことが分かっている。チェイン・ジェイコブズは、ストリートウォッチャーと呼ばれる人が存在する通りは、比較的安全であることを発見している。これに関連するバレマド理論は、事業改善地区、ビジネスインプルーブメントディストリクトとして、米国では多くの実践例がある。都市はまた、火事、洪水、台風などの災害の被害を受けることがあり、海岸や河川地域では防水も、 建築形態や都市構造を決定する際の検討事項になっている。これまで災害は都市が高度になるほど被害が大きくなる性質を持っており、質的転換が求められている。例えば、下水道や電力が当然となっている地域では、そうでない都市に比べ、下水の氾濫や電力の遮断は都市住民にとって影響が大きく、被害額も大きくなりがちである。伝統的に、 木造建築が密集して建設されることが多かった。日本で防火、防災地づくりの必要性が高いように地域的な事情も勘案される。近代以降の工業化により多くの工業製品が都市で消費され、また廃棄されている。日本では法的な都市計画の主な目的が基幹的都市施設整備と建築規制にあり、しかも歴史的経緯から建築学科が工学部に、 設置されているため、都市計画は、工学部の都市工学科や建築学科、社会工学科、また土木工学科、あるいは社会環境工学科、社会交通工学科、その合併学科である建設学科、さらに造園学科、環境デザイン工学科、環境デザイン学科における教育研究領域となっているが、90年代に入ってからは日本でも、 都市計画を扱う社会科学系の学科等も出現して、欧米のように政策科学として社会科学の分野や地理学の分野、あるいはアーバンデザインやランドスケープデザインとして建築デザインと同様デザイン分野の教育研究領域にも広がっている。日本の都市計画法では次のような項目について都市計画決定した公式決定事項を 都市計画と呼び、都市計画に従って、都市施設の整備事業や市街地整備事業を行うことを都市計画事業を呼んでいる。都市計画区域においては、開発許可制度により、開発行為が制限される。都市計画は、総括図、計画図及び計画書によって規定され、これをわかりやすく示したものが都市計画図である。日本では都市の近代化のため、 明治政府により、外国人建築家が招聘され、外国人居留地改造、銀座レンガ街、六名館などが建設された。1886年、明治19年には、東京の中心部をベルリンやパリのように壮麗な都市にしようとする計画案がヘルマン・エンデとウィルヘルム・ベックマンによって作られている。都市計画の制度としては1888年、 明治21年交付された東京市区改正条例をもって日本の近代都市計画の誕生とすることが一般的である。鉄道馬車が実現したことなどから道路や鉄道を計画的に築造する必要性を痛感した東京府知事の吉川健政が1884年に原案をまとめ内務省に提出した。吉川案を内務大臣山形有友らが検討し、 修正を加えた後、1888年、東京宿改正条例が交付され、政府の機関として、東京宿改正委員会、吉川県政委員長が置かれた。東京宿改正事業により、大正時代までに、路面電車を付設するための道路拡幅、上水道整備などが実施された。なお、宿改正条例は、その後東京のほか横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、 神戸市、六大都市にも順用された。日本の社会構造の変化や都市への人口集中を背景に都市や建築の統制が必要という機運が高まり、1919年、大正8年、市街地建築物法、建築基準法の前進と合わせて都市計画法、旧法が定めされ、翌年施行。住居地域、商業地域、 工業地域というゾーニング制度、都市計画制限、道路など都市計画施設予定地内での建築を規制、区画整理制度などが創設された。当初は6大都市が対象で、次第に他の都市へも適用されていった。関東大震災後、及び第二次世界大戦後の復興に際しては、それぞれ区画整理を中心とする特別都市計画法が制定された。東京では、 関東大震災後に、後藤新平による、帝都復興計画が打ち出されたが、莫大な予算が必要なことから、反対意見が多く、計画のごく一部が実施されるにとどまった。また、終戦後の1945年、昭和20年には、東京戦災復興都市計画なる、都市計画が打ち出されていたが、財政難と、急速な人口膨張により事業計画見直しは、余儀なくされ、 当初の壮大な都市計画は大幅に縮小される結果となった。1960年代、昭和30年代後半から40年代にかけての高度経済成長の過程で都市への急速な人口や初機能の,の集中が進み市街地の無秩序な外縁化が全国共通の課題として深刻化した。現在の都市計画制度はこのような緊急に対応が求められていた。 社会経済情勢を背景として成立した。都市計画法、新法は1968年、昭和43年に制定され、翌年施行された。この法律で8区分の用途地域制、市街化区域、市街化調整区域の区分、開発許可制度などが導入された。日本では、戦前から戦後にかけて、住宅の供給を急務として、公共団体による、 大量の集合住宅や団地などを生み出してきた。また民間事業者、特に鉄道会社などが沿線開発を利用した小建て住宅地をあまた生み出してきた。現在は住宅はおおむね行き渡ったとされ、質の向上が求められている。なお、大量供給機の住宅の中には5階建てでもエレベーターの設備がなく、階段型のため増設も困難な形態のものが多く、建て替えが 課題になっている。日本の都市の景観問題が、電線類、屋外広告物、建築物の高さなどに限定され、他国と比べ、広い意味での景観が議論にならない傾向がある。また戦後の日本では、景観破壊が大きな社会問題となっている。詳しくは、都市日運動を参照。2004年、平成16年には、景観法が制定され、 地方自治体の権限で建築物の形態等を規定することも可能となりつつある。1968年、昭和43年の制定以来、都市計画法は2度大きな改正が行われている。1998年、平成10年の地方文献一括法による改正では、都市計画を自治事務として、地方公共団体が自らの責任と断によって行われるものとなった。 この後、2000年、平成12年に、当時の建設省が都市計画中央審議会の抜本的見直しを求める答申に沿う形で、都市計画法と建築基準法の改正を行った。これにより、都市計画区域マスタープランの創設、線引きの選択性、準都市計画区域の創設などがなされた。線引きの選択制とは、 市外化区域と市外化調整区域の線引きが、それまで義務であったもを廃止するものである。また、2002年、平成14年6月都市再生特別措置法の制定と合わせ、2003年、平成15年1月の改正都市計画法に、土地所有者、まちづくり NPO 等あるいは民間事業者等が一定の条件を満たすことで、 都市計画の提案をすることができる都市計画提案制度が導入された。この制度では、生活道路、公園の配置、建物の用途や高さ、雑木林の保全などについての素案を都道府県か市町村に提案できる。都市計画家などが都市計画の業務に携わるには、業務によっては特に資格は要求されはしないが、以下の関連資格がある。このうち、 建設コンサルタントとして、国土交通省に都市及び地方計画部門登録をして、都市計画業務の入札に参加する場合の、専任技術管理者は、技術士建設部門都市及び地方計画もしくは都市及び地計画に関する業務を5年間経験のある一級建築士であり、これらの資格保持者や、 RCCM 都市及び地方計画部門の登録者は受託した都市及び地方計画に関する業務建設コンサルタント委託業務等の理技術者と調査技術者となることができる。都市計画における開発許可制度に基づく開発許可申請する場合の設計者の資格は都市計画法第31条及び都市計画法施行規則第19条第1号法では 技術士で国土交通大臣が定める部門 S45.112 建設省国示第39号のうち建設部門上下水道部門衛生工学部門第2次試験合格者で宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務経験者宅地造成工事の技術的基準擁壁排水施設の設計者は宅地造成等規制法第9条 第2項、宅地造成等規制法施行令、第18条第5号、第18条第1号から第4号までに掲げる、ものと同等以上の知識及び経験をするもの S37.3、29建設省国時代1五0号により、建設部門の技術士となっている。都市計画は、行政計画であり、発案や決定までの過程が後半に行政の、 最良に委ねられている。一方、都市計画は建築基準法等を通して高速的性質を持っている。このような性質は都市計画に行政による試験の制限はどこまで認められるかという難しい問題を内在させている。すでに高度利用されている地区で規制を強化する場合、既存の建物の所有者等に対する保障がなされないため大きな損害を被ることがある。 逆に、特定の事業者や知見者の利益のために、規制の緩和が行われれば、地域の環境を悪化させるという問題を生じることがある。したがって、都市計画の策定にあたっては、法令に定められた公聴会や計画案の縦覧といった規定にとどまらず、民意を反映する工夫が求められる。都市計画提案制度は、その一歩とも評価できるだろう。19世紀。 イギリスでは、劣悪な居住環境から来る国民の健康問題に、橋を発し、1909年には初めて都市計画を扱う法律が制定された。ハウジング、タウン、プラニングエトセトラ、アクト1909により、一定の地域について、確一的な建築条例による、市街地開発の基準を白紙化し、より柔軟な計画と管理規約による規制に置き換える、権限が、 地方自体に与えられた、ただし、国会の承認を要する。タウンカントリー、プラニングアクト1932では、都市自治体、タウンだけでなく、農村自治体、カントリーにおいてもこうした、計画制度、プラニングを採用することが義務付けられた。戦後のタウンカントリー、プラニングアクト1947では、開発権が国有化され、 すべての開発が地方自治体による裁量的許可制、プラニングパーニションの下に置かれるとともに、全国度について裁量的開発許可の参照基準となるディベロップメントプラン、デベロップメントプランが策定されることになった。日本の都市計画制度と比較すると、イギリスでは開発許可を必要とする開発行為の適用範囲が広い。 1990タウンカントリープラニングアクトによれば、開発とは、建設行為及び土地利用目的の本質的な変更と定義される。校舎には、土地利用用とユーズクラスの変更や、土地利用状況の著しい変化が含まれる。この点、建築物や特定の工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更を開発行為と定義し、 例えば農地を駐車場に変更しても開発行為に当たらない日本の制度とは大きく異なる。また、イギリスの制度では開発によって生じるであろう公共施設需要増加に対して施設整備を行うことなどを条件に開発許可を与えることがあるプラニングオブリゲーション。例えば、ある開発が交通や上下水道の需要増加を生じると予想される場合、 その増加分程度の工事、または出費を開発者に求めることができる。日本でも宅地開発指導要項などにより、任意の寄付として開発負担金を納付する、要行政指導をする仕組みが広く自治体に採用されていた時期があったが、急速な都市化の収束と法的根拠の曖昧な行政指導に対する社会的な批判から、近年はこれを廃止する自治体が多い。 特に断りがない場合、英語版。日本の都市計画制度には、ドイツに期限がある部分も少なくない。特に、ゾーニング制度、地域蓄生は、ドイツで発展したものであるし、日本で都市計画の母と言われている、地区画生事業や、戦前の芝市街地建築物法にあった、建築船の制度は、ドイツから導入されたものである。ドイツで、都市計画は、 建設法典、バウガ説バッチが根拠法となる。これは、連邦建設法と都市建設促進法を統合する形で、1986年に成立した。同法において、都市計画とは、自治体、市町村が策定する建築基本計画を指す。これは、国全体の国土計画及び州計画に適合しなければならない。具体的には、自治体、ゲマインデが、 その全域に関して、土地利用の骨格を定める F プラン、フラッキントナッツンスプラン、土地利用計画と地区に関して、建築の規制や公共施設の配置を定める B プン、リボーンスプランの二段階になっている。この両者をまとめて、建設誘導プラン、ボーイトプレインと呼ばれ、F プランは準備的な建設誘導プラン、B プランは高速的な建設誘導プランである。 いずれも自治体が策定し、自治体議会で決定されることが、建設法典、バウガ説バッジに定められている。2段階あるプランのうち、F プランには行政内部での拘束力しかないが、B プランには一般的な拘束力があるので、建築する場合には原則として、B プランに従う必要がある。その一方で、B プランがない市街地もかなり残っており、 そこでは周囲に適合するかどうかで、建築の可否が判断される。ドイツの都市計画は、計画なくして、開発なしという言葉で紹介されることも多いが、これは誇張である。また、B プランについても、屋根の色や窓の大きさまで制限されると、厳格さが強調されて紹介されることもあるが、建築形態に関する細かい事項は、 B プランでなく地区建築条例で定められるのが一般で窓の大きさまで制限する例はほとんどない。この条例は B プランと同時に未決されるのが通例なのでドイツ人も B プランと混同している場合がある。なお、このようにドイツの都市計画制度は素晴らしいとして内容を誇張し手放しで来算する傾向がドイツ神話と言われることもある。 1917年のロシア革命以降、ソ連をはじめとして社会主義国国家が次々と誕生した。ほとんどの国ではソ連の指導で都市計画が行われ、特に中東欧でその影響が多く残る。これらの国々では都市中心部は保存され、郊外にアッパート地区や工業地区が設けられている。1990年頃からこれらの国々が 徐々に民主化を進めている。しかし、それまで国家が所有していた土地や建物の所有権など多くの課題を抱えている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。